京高自前,前前はシンガポールの女子卓球選手。北京、ロンドンオリンピック卓球競技メダリスト。T リーグは日本ペイントマレッツ所属。1986年8月31日、中華人民共和国国流行省ハルビン氏で穀物層で働く父とデパート従業員の母との間に一人娘として生まれた。両親は貧しかったが生活費を切り詰めて、 彼女に卓球を学ばせた。父は多発性硬化症を患っていて、母はそれを彼女には隠していたが、2002年に亡くなった。その20日後、中国のジュニア全国大会で優勝した。2003年より3年間、中国代表チームに所属したが、新筋炎を患い、チームを去った。2005年に、日本卓球リーグの参立でプレーした。2007年、 シンガポールのフォーリンスポーツタレントスキームにより、同国に渡り、シンガポール国籍を得た。2008年、北京オリンピック団体戦で、銀メダルを獲得。シンガポールにとって、イギリス領だった1960年ローマオリンピック、重量上げでの銀メダル以来48年ぶり、1965年の独立以降では、初のメダルである。 この年から中国のリーグの中国スーパーリーグでもプレーした。2010年、モスクワで行われた第50回世界卓球選手権団体戦決勝では、同大会8連覇中だった中国のリュウ・ウタとテイを破ってシンガポールを初優勝に導いた。2012年、ロンドンオリンピックのシングルス3位決定戦で日本の石川霞を破り銅メダルを獲得。 団体戦でも3位決定戦で韓国を破り銅メダルを獲得。第52回世界卓球選手権個人戦2016年リオデジャネイロオリンピックではシングルスと団体に出場。シングルスでは準々決勝で福原愛にストレート負け。団体では準決勝で中国に敗れ。3位決定戦では日本に敗れた。2018年10月。 同年開幕の新リーグ T リーグの日本、ペイントマレッツに入団最高成績。ありがとうございます。